そう。どうぞ。うん。おいしい。これ。うまい。おいしい。うん。何がおいしい？パクチー？全部。全部食べた？今だ。パパがね。うん。あのね、ニワトリって飛ぶんだよって言っててね。うん、それでね、ニワトリ。突然のアフレコ失礼します。お風呂から上がってのこの一人時間、やっぱり一日の中で自分に使える時間ってなんか貴重ですよね。子供を産んだ後しばらく鏡を見る時間がなかったせいか、気づいたらシミやシワが増えていて、最近は忙しさもあってさらに肌質が変わっていたんですけど、思い切ってスキンケアを変えてみました。くすみに結構悩んでいたんですけど、スキンケアを変えてから短期間であまり気にならなくなったのでご紹介します。去年ですね、目覚ましテレビで放送されているのを見て最近使い始めたユンス生ビタミン C 美白美容液。こちらですね、美容成分 100% でできていて、1回ごとに鮮度の高い生ビタミン C が使えるということで、使用期限たったの30秒、手に取ったらすぐ顔へと広げていきます。最初に使った時一番驚いたのはこの暖かさ。こちらですね、画面では伝わらないんですけど、顔へ広げた瞬間にじわっと温度が上がってポカポカしてるんです。私は敏感肌でなかなか自分に合う美容液がなかったんですけど、ユンスはピリつくこともなく
ポカポカして気持ちよくてとても使いやすいです。顔に広げるとオイリーな感じがするんですが、ベタつかずに伸びてさっぱりしているので、意外とですね、肌質を選ばないんじゃないかなと思います。こんな感じでかなりプルプルになりました。ユンスを使い始めて本当にハリツヤ感がアップしました。ユンスを使った後の化粧水の馴染みもすごくいいので、もう手放せなくなってしまいましたね。美容液なんですけど保湿効果もあって、こんな感じで結構しっとりします。それでは最後の家事を終わらせに行ってきます。10時前になるとさすがに疲れが出てきますね。アラフォーという波が押し寄せてくるような感じです。年齢的にもいろいろと追いついていかない部分が出てきて、食生活も気をつけてはいるんですけど、それだけでは補えない部分もたくさんあるので、スキンケアを見直して肌の外からも取り入れて頑張っていこうかなと思っております。ユンスを使い始めて1週間ぐらいで肌のキメが整ってきたので、高い化粧品を揃えるのも大変ですし、時短でお手軽なユンスに頼ってみようかなと思う今日この頃です。はい、そろそろ寝る時間なので就寝前のストレッチ中です。寝る前は必ずストレッチをして体をこんな感じでほぐしています。もともとですね、体がすごく硬くてガッチガチだったので、最初はですね、体を柔らかくするために続けていたんですけど、いつの間にか疲れを取るためのルーティンになっていました。はい、あとですね、寝る前にはおさゆも私のルーティンの一つになっています。年齢とともに継続していくルーティンも多くなっているような気がしますが、継続は力なりということで頑張っていきたいと思います。この時間から編集を始める日もありますが、ここ最近はですね、体をいたわって潔く寝る日も多くなったような気がします。ということで、おやすみなさい。おはようございます。今日は土曜日なんで、今からお化粧をして子供たちと一緒に出かけようと思ってるんですけど、私が今使っているこのユース、こちらですね、使い始めてから肌の張りとかツヤが良くなったなっていうのと、あと一番感じたのが肌のトーンが上がったような感じがします。でですね、私結構敏感肌なんで、あんまりこういろいろ顔にたくさん塗るとピリピリしたりとかしてたんですけど、今回このユンスを使ってもそういったこともなく肌の調子が良くなったので、その部分ですごく助かったっていうのもあります。子供たちにも、お母さん肌がプルプルしてきたねって言われたんで、ちょっとこう効果が出てきたのかなという感じで、このユンス今回ご紹介させていただいたんですけど、忙しい毎日の中でも普段のスキンケアに足していただくだけで手軽に続けられるので、そこもすごく面倒くさがりの私としては続けやすいなという部分でご紹介させていただきました。いつも見ていただいている視聴者様にプレゼントがあります。概要欄から私が愛用しているユンスが定期初回限定美白シートマスク付きの豪華セットが半額で買えます。一時期ですね、ちょっと人気がありすぎて完売してたみたいなんですけど、今再販が始まって今ならすぐに届くみたいなんで、ぜひチェックしてみてください。でこれからですね、春もう紫外線も気になるし、ちょっとスキンケア手を抜けないと思うんで、お出かけも増えるし入学式もあるしということで、ぜひスキンケアで悩んでる方はチェックしてみてください。
それでは今回も動画のご視聴ありがとうございました。